ビービーの英語ゴールデンルール。英語と日本語は全然違う言葉だから、私たちの言葉にはない不思議な音が英語にはあるんだよ。それらの音をちゃんと言えるようになるためのルール、それがビービーの英語ゴールデンルール。みんなはこのアルファベットの名前正しく言えるかな？ F F。 そうだよね。じゃあこのアルファベットの音はみんな知ってるかな？この音を正しく言うためには口の形がポイント。下の唇の上に上の歯が乗っかってるのが見えるかな？この口の形で歯と唇の間を空気が通り抜けるように息を吐くと、こんな音が出るよ。唇をぎゅーっと強く噛んだり、唇の外まで歯を出しちゃうと、この音は出せないからね。この音はこんな言葉に使われてるよ。マイクに言い方を教えてもらおう。1回目はよく聞いて、口の動きもよく見て、2回目から一緒に声を出して練習してね。指 Fingers。 Fingers。 Fingers。魚。フィッシュ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 。扇風機。Fan。 Fan。 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 これは英語でなんて言うんだっけ？Fan。 Fan。 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 これは英語でなんて言うんだっけ？ Fish。Fish。 Fish。 Fish。 これは英語でなんて言うんだっけ？ Fingers。 Fingers。 Fingers。よくできました。これがアルファベットの F の音を正しく言うためのルールだよ。覚えておいてね。